今回は伸びたってめちゃくちゃ傭兵向きの能力だよねに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。次元大介ゴルゴを超えるレベルの早打ちに正確な狙撃、どこでも 0.2 秒で寝れる環境適応力、臆病なので無駄に突っ込まず撤退できる遊撃性、敵にしたら怖すぎる、しもへいへになりそう。性格がね、人丸しをためらう以外は完璧な性格よ。そこが致命的だか。人を撃つことに一切ためらいはないのに致命的に人丸しには向いてないの面白いな。一応突っ込んでおくが、次元大介ゴルゴを超えるというのはただの噂である。少なくとも原作で何秒の早打ちができると具体的な数字を出したことはない。実績からして何よりは早いのだろうが、頭も体力もまるで足りないと思うが、こいつに銘のら、実は体力や頭じゃなくて最初の低い能力を伸ばそうとする努力だからな。明らかにリトルとか良いし、猛語がないほど追い詰めないと本気出しそうもないしね。まあそれでも逃げ出した挙句に夜中に同僚から靴下に石鹸入れたブラックジャックでボコ殴りにされてる絵面しか浮かばない半病人だけど、いらんことしてトラブル起こす天才でもあるしな。主人公補正も劇場版補正もなかったら正直味方にいてほしくないやつ。忍耐力ないけどいいのか。生まれた時代を間違えなかった少年。西部開拓時代だと伝説になってたからね。傭兵よりも冒険家とかの方が向いてそう。サバイバル能力高いし、無人島でサバイバルするスキルもある。こういうのよく言われるけど、射撃能力が高いだけでそれ以外の能力はほぼほぼ向いてないよね。伸びた、でもどこでも寝れる適応能力と複雑怪奇なあやとりを完成させる手先の器用さと、それに伴う空間認識能力は有用なんだよな。どこでも寝れるけど自分が起きれないし、起こされてもあと5分でなかなか起きないぞ。小学校のテストで0点取るようなやつが向いてると思うって、傭兵のことどれだけバカだと思ってるの。中学くらいで家族丸されればそっちの道に行きそう。有名なフランス傭兵部隊のグリーンベレーはまずフランス語や英語といった語学から習うと聞く。のび太が耐えられるか。そんな翻訳こんにゃくでも食っときゃええよ。もうでも話によってはドラえもんに負けたりしてなかったか。ネットのコキペも何も最強のガンマンやマルシアより腕が上だけど、けど血が流れたら気絶するでしょう。血がね、フリントロック式ピストルでも正確に命中させるのやばい。だからこうして洗脳します。空の理想郷、あれ多分のび太の射撃の腕も見込んで洗脳したのではって疑う時がある。優れた才能でも人格と環境マッチが悪いと日の目を見ないよねっていう例。だからドラえもんを送る必要があったんですね。そんなのび太より早いのがドラえもん。まあ半分なかったこと扱いにされてるが、そもそものび太が射撃下手くそだったことをどのくらいの人が知っているだろうか。実物射的の話だと一発も当てられなくて下手くそって言われてたな。傭兵とかじゃなくておとぎ話の英雄向きの性能なんだよね。人を丸さずに済む強力な射撃武装があればどんな怪物でも倒しうる素質の持ち主という。だから不丸手段を提供できるドラえもんとのシナジーが異常なまでに高い。銃は使わないけど無限未剣士が良い例かな。こういうスレで伸びたのことあんまり持ち上げすぎるのもなって思う。総合力は運動神経ダメダメってとこから小銃持って走ったりは無理だろうし。のび太、自分、こういう考えがどこかにあるのかもね。のび太を自分だと思うやつって無能だって部分にしか目を向けてないよね。のび一族は出世の役に立たない才能に秀でるようになってる感じ。傭兵の道がある世界や国では射撃能力なくしてそう。デスティニープランがあったら軍隊に入れられてただろうな。のび太はスナイパーでなくガンマンなんで、別に兵士に向いているわけではない。戦場でハンドガンは無意味。もやし小学生なのに無人島で余裕の生存するし能力なんて適当に決めてる。兵士よりもオリンピックで射的競技が出る、もう数少しだけ後の時代ならな。そんな過剰書きマジックでいいならジャイアンのがよっぽど向いてそう。不器用で寝坊して遅刻癖あるような傭兵はいらない。のび太戦うときって基本潜入しての近距離戦だから拳銃で無双できるけど、傭兵だと小銃相手だから厳しそう。
伸びた重い小銃持っての作戦とか難しそうだし、臆病だし根性もないしバカだし、どう見ても向いてない。空の理想郷で何のためらいもなく引き金引いてテントウムシにしたシーンは恐ろしかったわ。時代や環境が違う場合化け物が生まれてたかもしれないな。運動神経が絶望的にないの笑う。野球で打率1分とかある意味化け物だわ。この時代の小学校のテストがどれぐらい難しかったのか知らんけど、離島いい子は勉強しなくても0点は取らないよ。小学生だし能力は将来に期待ってことで。ドラえもん持ち上げたり根性でジャイアンに喧嘩で勝ったり逃げ足が速かったり伸び台は大きいと思う。テストで良い点取れることもなくはないしな。視力は小学2年生並み、力はしずちゃん以下、運動神経は壊滅的。傭兵向きの能力？射撃部のある中学や高校に入って好成績を収めてから自衛隊の体育学校オリンピック候補生っていうのが射撃の腕を一番活かせる平和的な道かな。時間を守れないのは傭兵以前に学生として危ない。自衛隊や体育学校はすごい厳しい上に飯も食えないと体が持たないのがね。正直傭兵舐めてるよとしか思わん。まあ14歳まで平和な日本で育った少年だったのが天才スナイパーとして傭兵やってるキャラもいるし、標的を待ち伏せする精神力や体力、弾を外した後の対応、白兵戦での立ち回り、コンディションが最悪な時の動き。傭兵やスナイパーは射撃能力は大事だけど、いろいろな要素が必要になってくる。しも、平家は小さい身体で全てを成し遂げたから白い神と恐れられたんだぞ。マルスこと見ていこう云々は大丈夫でしょ。一話で未来の息子ですら特に抵抗なく消してるんだし、遠くから狙撃するだけなら躊躇なく撃ち丸せるよ。マルスことに抵抗云々は大丈夫でしょ。そこまで言うなら根拠はあるかな。一話で未来の息子ですら特に抵抗なく消してる。存在しない描写だ。遠くから狙撃するだけなら躊躇なく撃ち丸せるよ。根拠なしかよ。本来はライコと結婚して子供作るって分かったのに、セイと結婚することにしてライコとの間にできるはずだった子供消してるやん。ブマルと結婚するの嫌だからくらいの理由で自分の子供消えるの気にしない奴が顔の知らない赤の他人マルスのに躊躇するか。当人はそそのかしたのはそっちじゃない世界線の息子なんですが。だから傭兵とかまどろっこしい呼び名じゃなくて、普通に作中で書かれている通り銃を用いた決闘の才能があるってことでしょ。のび太が射的うまいのは鼻くそ飛ばしやりまくったからなんだよね。射撃でオリンピック目指すとかそういう方向なら大成しそうだけど、あれ金持ちじゃねえとできねえからな。根本的に体力と根性がないので利点が全て台無しなのがのび太クオリティ。